はい、店長武蔵とその仲間がですねバイク店させていただいておる次第でございます。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。先ほど TF125 を下ろして水曜日に落札したオートバイを積んだ店長武蔵とその仲間たちでありましたが、車両を確認した際なんとリフレクターがついていないことが発覚。リフレクターがなければ予備券を通すことができない。仕方なく店長武蔵とその一行は店舗に一度戻ることとなったのであります。幸い店舗にはリフレクターがあり、リフレクターをすぐ見つかり、リフレクターを取り付け書類のコピーなどをし、再び陸地に向かう一行であったのであります。あの時の長くついていなかったことが分かった時のあの嘆き、思わず人に見せられないような、なんじゃこれ言えない、とてもじゃない、とてもじゃ、とても映像ではお見せできないような怖い表情をしていたかもしれない、また汚い言葉を発していたかもしれない。そんなことを思うととてもとても、はい、で午前中にね予約してしまったのでそのまま行ってね OK なんて思ったんですけど、なかなかね、ただもう午前中の予約の変更はもう聞かない状態、ただそしたらもう電話でね、すいませんちょっと行けなくなっちゃったんでキャンセルですみたいな話になるじゃないですか。やらないとですね ID が使えなくなるので、ね、それがここ最近のシステムでございます。はい、なのでパッと変えてパッと行くということですね。はい、でヘッドライトバルブも普通のハイワッテージバルブを持ってきました。なぜかというとですね、なんとなく青っぽいようなのがついてる気がするちょっとライトつけたら分かんない、白くなっちゃったら分かんないですけど、なんとなく色はね白っぽいんで、はい、光量が足んなくなると固んなくてね落ちちゃうともったいないので、ハイワッテージバルブね持ちました。はい、で色がついてるバルブはまあ、暗いというのはね、光量が出ないというのはもう有名な話なんですよ。で青いやつっていうのは色がね白っぽくなるんで明るく感じるんですけど、まあ、実際はね暗いで、どうしてかって言ったら分かると思うんですけど、メガネも透明のメガネと色付きのメガネじゃ明るさが全然違いますよね。まあ、一番その最たるものがサングラス、黒いやつ、黒いのかけたら、ちょっとすごい暗く感じるじゃないですか。それと一緒でレンズに色がついてるっていうことは暗いんですよ。その分光通さないんで、はい、だから青いのがついてたりするとやっぱりね実はね暗いんですよね。それはいわゆる 陸運局 その明かりの、測るテスターでのその光量ですよね。カンデラ数ではないんですね。確かカンデラ数っていうのはカンデラ数ですね。だから光の光量なんですよね。でこれが確か普通の、要は何ですか、色温度っていうのは何とケルビンとか言うんですかね。で普通のやつがだいたい3800とか4000ぐらいで、それで6000ケルビンぐらいになるとちょっとかなり白くなる。でそれよりもやるともう 青っぽくなっちゃうんですかね、青白っぽくなって、で実際もう明るさが全然っていうような話を聞いたことがありますが、どうなんでしょうか。そんなこんなですね一回戻ってね、だからかなりロスしましたね。30分以上これで午前中のに間に合わなかったらどうしたらいいんでしょうかなんてね笑ってる場合じゃないというかね、慌てるとね、何も言うことないんですよね。やっぱりね、気もせいて、なんかね、こうやって、ああでもない、こうでもないっつってね、
まあ、イライラして、まあ、思い通り、まあ、イライラするっていうのは、まあ、自分の思い通りにならないからっていうのがね、ほとんど、まあ、そういうことなんですけど、うん、まあ、世の中ね、自分の思い通りに行くわけないんで、と思ってもね、やっぱり感情的なところでね、こうイライラすると、もちろんこの周りの人とかね、周りの状況っていうのは、まあ、私のですね、感情を喜ばせる責任を負ってないわけですよ。なのでね、それに対して周りの状況に対とか、その周りの人に対してイライラしてもね、もうどうすることもできないんですけど、はい、まあ、そんなことをですね、ふと思いながら、はい、陸運局に向かっているのであります。陸運局に向かっている店長武蔵とその一行であった。